ここからは子どもたちの素朴な疑問に答える教えて石川さんのコーナーです。今日も残念ながら石川さんいないんですけども、来週は皆さんご期待くださいませ。さあ、今日の石川さんへの疑問はこちら。5歳の女の子から寄せられました。なぜ朝は明るく夜は暗いのですか、ということですが、今最新式のプラネタリウムを取材した向山さんなら分かりますね、はい、いや、それはもちろん、はい、太陽があれからこう朝明るくなって夜は暗くなるということです。太陽があったらなぜ夜は暗くなるんですか。それは地球がこう回っていますから、ね、太陽がこう出てきたり、ね、沈んだりするってことですよ。ねえねえ向こう山、まあ、なんで地球は回るんですか。もう番組ちゃん、そこはすいません、わかんないですね。叱られちゃいそうですけれども、本当ですね。さあ、今回質問をくれた5歳の女の子、保育園から帰ってきまして、今自転車の練習をしているそうなんですね。でもっと練習したいのに辺りが薄暗くなって、どうしてとなったそうなんです。朝が来て夜になる、ちょっとした日常の光景でも小さな子供にとっては不思議でいっぱいです。大人の皆さん、きちんと説明できますか。この疑問を解決するために訪れたのは小松市にあるサイエンスヒルズ小松。今年4月からこれまで有料だったゾーンが無料となり、気軽に科学の仕組みを触ったり体験したりして学ぶことができるようになりました。今回疑問に答えてくれたのはサイエンスコーディネーターの北本則夫さん。宇宙の仕組みに詳しく、普段から来館者の質問にも答えているそうです。まずは5歳の女の子の疑問について聞いてみました。なんで朝は明るくて、はい、夜は暗いんですか。そうですね、朝が明るいのは、太陽が空に昇ってくるからです。で、夜が暗くなるのはその太陽が、地平線に隠れて見えなくなるからです。それではどうして太陽が空に昇ったり地平線に隠れたりするのでしょうか。これ私たちが住んでいる地球です。で、この地球がですね、1日かけてこうして回転してるんです。つまり地球が回ることで私たちからすると太陽が空に昇って地平線に沈むように見えるんです。そこで気になるのが、地球はなんで回ってるんですか。はい、おっと、そうきましたか。地球、これはもう本当に地球ができた時のお話になるんですけども、地球ができる前、まあ、宇宙空間にいろんな塵とか岩石の塊とかがあるんですが、それがどん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 くっついて大きいお星様になってきます。まあ、地球になってきます。そのできていく過程でぶつかった時に回転始めちゃうんです。そのぶつかった時の回転がそのまま今でも残っているんだっていうふうに思っておいてもらえれば十分かなと思います。回り続けて止まることってないですか。はい、これもね、面白い話で、昔はこの回る地球が回るスピードはすっごく速かったらしいんです。でも長い年月をかけて今はちょっとずつ回るスピードがゆっくりになっていっているそうです。でも完全に止まるということはちょっと今では考えられないらしいです。子供ならではの素朴な疑問を掘り下げていくと、地球ができた頃の話にまでつながりました。そこでもう一つ、なぜ空が青いのかについても聞いてみました。そうですね、空が青く見えるのはやっぱり太陽の光っていうのが大きく関係しています。で、太陽の光、まあ、太陽って何色かって聞かれると、まあ、例えば赤とかオレンジ色とかという声をよく聞くんですが、実際は太陽って白っぽい色をしてるんです。光は赤、青、緑の3つの光が混ざり合って作られています。それは太陽の光も同じ。特に真ん中部分が白くなってます。これは赤と緑と青の光がみんな一緒になって当たっていると。
その3つの色が、まあ、光として合わさると白っぽく見える、それと同じようなものが太陽だと思ってください。太陽の色と空の色、どう関係があるのでしょうか。空気に太陽の光が当たると不思議な現象が起こるんです。太陽のさまざまな光の色、その色によって進む向きが大気を通るとちょっと変わります。特に青色の光っていうのは、その向きが大気の中に入ることによってあっちこっちに散らばってしまう。その散らばった様子が空が青く見えるというふうに仕組みとしてつながります。つまり太陽の光が地球の大気に触れると、青い光が空気中によく散乱するため空が青く見えるそうです。ということなんだそうです。向山さんも分かりましたか。はい、しっかり分かりました。本当ですか。犬塚さんいかがでした。はい、私もなんとなくですけど分かりました、はい、普段あまりいろいろ考えないでね、当たり前のように思っていることはちゃんと理由があるんだなという、うん、本当ですね、はい、子供の疑問っていうのも大切ですね、はい、はい、勉強になりました、はいはい、さあそれでは改めておさらいしましょう。朝が明るく夜が暗い理由は、地球が回転して太陽の位置が変わるからということでございました。皆さん分かっていただけましたでしょうか。